エレベーターでバーンってエレベーター閉まった、この閉まってる状態でもうずっと壁に向かってやーとかやって、で開いた瞬間にどんだけ普通にできるかっていうスピード競争とか、そういうことを一人でやったりしてます。 Hi, I'm Naomi Watanabe, El Singapore 2月号です。私出てます。みんな絶対にチェックチェックチェックしてね。マーライオンでした。給食がね、日本にはあるんだけど、その給食をみんなでいただきますって言ったら、まあ、うちのクラスなんか牛乳をね残す子も多かったから、一口最初に牛乳を飲んでからご飯を食べましょうっていうなんかルールがあったんだけど、だから必ずいただきますって言ったら絶対みんなが最初に牛乳飲むのを見計らって変な顔をして全員の口から牛乳を吐き出させるという、この太っていることのを武器にっていうか、それを前面に押し出したコメディはしたことがなくて、私が作るコントだったりとか、あとはドラマとか映画に出てる時も、私の太っている体をとにかく太っていることはもう一切触れない役柄がすごい多くて、触れないというかあえて触れてないとかじゃなくって、まあ、普通に直美渡辺にオファーをしているっていうのが私はすごく嬉しいし、もちろんファッションだったりとかそういう部分ではボディポジティブっていうのがあるから、もっとこう私よりもいっぱい悩んでる人もきっといると思うんですよ。私はやっぱりこの芸人っていう立ち位置があるから、なんていうんだろう、こういう体に対して自分の自信を持ちやすい世界にいるから、でもこうそういう表に出ている仕事じゃない人たちはきっとこんなんでいいのかな、こんな色の服着ていいのかなとか悩んでる人もきっといると思うから、なんかそういう人たちに対してのボディポジティブっていうのはファッションを通して通して表現しているけど、コメディに関してはやっぱり面白い人、面白いパーソナリティみたいなところは表現していきたいなとはすごい常に思っていますね。私がポジティブなんじゃなくって、ポジティブに生きてる社長を見て私もポジティブになろうと思ったネガティブ派の人だから、だから別にその私が表に立ってるだけであって、私よりも強い人もたくさんいるし、私よりもポジティブな人がいて、なんて言うんだろうな、それを伝える役でいたいなと思って、もちろん自分から発信することもたくさんあるけども、でもみんなが主役だから、私が主役なんじゃなくって、今はこれを見てくれてるみんなの人生は自分が主役だから、もっと自分に自信を持ってほしいなって思うのは私もやっぱ言われ続けてきたことだし、上からね、上の世代から言われてきたことだから、だから私ももちろんみんなに面白いとか可愛いとかいろんなこと言ってもらえてポジティブになったし元気になったから、じゃあそれをやってもらったからこそネガティブとか落ち込んでる人たちにパワーを与えられるようなことをしたいなと思うし、それを聞いてる人たちも自分がもし元気になってパワーを持てるなったら、またたくさんの人を助けてもらいたいなと思ってます。ファッションっていうものが誰のものでもないっていうのがやっぱり一番の理由かな。10年前と今だとやっぱ全然違うし、きっとこの今から10年後もうきっといろいろ変わってるだろうし、でもそれを変えていくのは一人一人の意識だと思っているので、私ももちろん今のこの体型を気に入ってるし、もしかしたら10年後は痩せてるかもしれないし、太っていなきゃいけない理由もないし痩せていなきゃいけない理由もないし、だから見てる側のみんなが私が太っているということの事実を乗り越えてほしいんですよね。あ、直美ちゃんってあれ太ってないらしいよっていうことをみんなに感じてほしいというか、見た目じゃなくて私の中を見てほしい。これはみんなそう、見た目だけじゃなくて、もちろん見た目も大事だけど見た目だけじゃなくて中を見ていこうという感じなので、皆さんがコンプレックスを乗り越えてきてほしいなと思います。私のね、私のコンプレックス